うわー大迫力、すごいすごいすごい。プラスチコはどこまでもアゲンアゲンです。はい、現場にやってきました。今日工事、サムネで見ていただいた通り工事初日になります。こちらのねお客様は YouTube、 この YouTube を見て、アゲンアゲン YouTube チャンネル見たよということでお問い合わせいただいたお客様です。でね、実際に木造のお家が沖縄県内では増えてきてるんですけど、いろんな駐車場の寸法を測りに行ってるんですが、こちらのお客様のお家ちょっとね9m70cmぐらいあって結構広いです。3台用の、 あの駐車場ってなってるんですけど、1台1台がもう広く、あの扉もねすごい広1台1台が多く広げれるような間口になってます。で今回この駐車場の寸法に合わせてどのカーポートがいいかということで、採寸したんですが、お客様とねこれがいいですかね、こっちがいいですかね、3台用だったらこの辺までが屋根ですよ、ね、こっち屋根ないですよ、どうしますみたいな。で3台用は3台用でも間口延長というのはありますよ、それいいねということで3台用の間口延長、柱がこの辺に来て屋根がね、屋根だけが伸びるっていう形の、商品、そちらの方大山のカーポートのアルミのねカーポートをチョイスさせていただきました。なので一番向こうに柱が2本あって、でこちらには、125の、まあ、12.5cm の柱の角が2本立ちます。で後ろにも 12.5cm の柱が2本立ちます。でそこから屋根だけが延長されるということで、まあ、アプローチがね濡れずに入っていただけたり、バイクを止めてバイクを止めるスペースとかでもちょうどいいんじゃないでしょうか。で高さはこのサッシ窓の上、戸袋この上に持ってきて、なるべくこの壁、躯体にカーポートを近づけます。その理由は玄関のこちら入るときにカーポートって隙間開けないといけないんですよ。じゃあ隙間開いてるということは雨水がポタポタ隙間から落ちてくるじゃないですか。それを回避するために今回は隙間プレートっていうのを、ご準備させてもらって、そのオプションをね取り付けさせてもらうんで、まあ、10センチぐらい、隙間開けて、でその隙間プレートを取り付けして濡れずに入っていただけるという、お客様の、ね、生活を想像しながらどうやったら便利に、暮らしていただけるかっていうのを、ご提案させていただいて、ご契約いただきました。で工事の当日になります。じゃあね今日から住み出しして、明日が商品が納品されて、でどんどん柱を穴開けたところに立てていって、生コン入れて針乗せてタイトフレームつけて屋根材乗せて花隠しをつけて、お掃除して完成っていう形です。じゃあスタート。近くの出城、間口延長分があるんで。おはようございます。すいません数日間ちょっとご迷惑かけます。さんおはようございます。ここの前の柱の場所なんですけど、ちょっとこの両サイドの汚水マスのパイプがドンピシャですいませんかかってしまってるんで、ちょっとこの柱を、道路側に寄せることができないので、ここの長さが限度があるので、ちょっとこれ玄関側に寄せたいと思ってます。なので、ここの間口延長分のこれ柱をこっちにずらしてってことだったんで、ずらしたらこの辺になります。1800この辺になります。大丈夫ですか。それちょっとご意見ください。向こうもずらして、向こうの柱は前には寄せません、そのままの場所にします。でここの玄関の近くの柱だけこの今の印のところからこちら側に寄せて、1800のところがここです。1800っていうのは何かって言ったら、この 延長されてる分の寸法です。これを1800を1600にしたり1400にすることは一応できます。ちょっとご意見ください。はい、2日目がスタートしました。で今ね、打ち合わせ、職人さんと打ち合わせして、トラックがね今日納品されるんで、今運転さんから連絡があったんですが、ちょっと道がね狭いんで、どっちから入った方がいいかっていうのをね今確認して、
で、トラックの運転手さん、ちょっと誘導するためにね、待機してもらってます。じゃ、納品もね、こうやって、営業サイドが、どっちから頭入れてもらうかっていうのをね、配慮して、で、荷をどこに、駐車場のどの辺に置くかっていうのもね、夕方以降お客様が帰ってこられるので、なるべくね、お客様が帰ってきた時に、1台でも多く止めれるようにね、しようかなっていう配慮、してます。いろんなね、カーポートの、会社さんあると思うんですけど、まずは営業マン、工事当日にね、そうやってもう打った後はもうそのままほったらかしじゃなくて、納品の、立ち会いやったりとか、職人さんとの綿密な打ち合わせっていうのでね、お客様の笑顔につながるので、ぜひね、参考に、やってなかった、そっかって、確かにそうだなっていう風に感じていただけた素直な営業さんは、ぜひね、真似してください。じゃあちょっとね、誘導、導きに行こうと思います。あ、いつものうんちゃんおった。ついてきてよ。責任重大。狭いんだよね。気をつけて入ってきてよ。いけるかな。アーム。アームね、アームをね、基本的に前にやって走っておられるんで、アームをね、今下げてもらいました。狭いところ入るんでね、これもね、結構現場入る前にね、こう準備しといた方がいいです。曲がる時にね、車体は曲がるけどアームが当たってますよっていうね当たるよということで、さあここ難関、来ましたよ。三脚避けてもらったっていいですか？すんません、無事入りました。通行止めなってるんでね、みんなで協力して、スピーディーにの荷下ろし、もうスピーディーかつ安全に荷下ろししたいと思います。今日は良かった。だいぶ曇りでね、職人さんも暑さがね、だいぶマシで、さっきもダーッと雨降ったんですよね。ちょっと気温が下がったんで、工事がやりやすいんではないかなと、最後の仕上げなんでね、重たいものを持つとかっていう作業はないとは思うんですけど、さあこの道を行って曲がったら見れるはずです、見えるはずです。さあ曲がります。初見です。おー、ついてる。あと鼻隠し、両サイドの鼻隠しはついてて、あと正面の鼻隠しついて、はー、すげー、高さも結構高めで、ボリューム、うわーうわー、大迫力、すごいすごいすごい、さあ来ましたよ。見に行きましょう。お疲れ様です。
済みカットしてもらいました。ちょっとだけですけどね、お客さんの要望があってさせてもらいました。また暑なってきたし、はい、現場離れてきました。ちょっとねもう気になって商談行く前にちょっとだけ時間あるから寄ろうと思って見に来ました。だいぶ出来上がってて、あともうちょっとだったんですが、はい、もういいですね。あの高さもね、サッシの窓の上の戸袋ってついてる、その上に持ってきて、なるべく建物躯体に近づけて、隙間プレートっていうのをつけたりとかするんで、今午後2時なんでね、今日の夕方6時ぐらいまでには終わってんのかな。ペースだったらもしかしたらもう1日入らせてくださいってなるかな、っていう感じですね。はい、なので、順調に進んでることが確認できたので、僕はちょっと引き続き今日もアポイント、お問い合わせ、 YouTube からのお問い合わせ本当ありがとうございます皆さん。ちょっとだいぶお問い合わせの件数が増えてきてるんで、もしかしたら工事入るまでちょっと1ヶ月半待ってもらわないとダメですとか、2ヶ月待ってくださいっていう風になるような感じがしてきました。はい、だいたい1ヶ月後にね、契約の後1ヶ月後ぐらいに工事最短で入ってたんですが、ちょっと1ヶ月後が厳しくなりつつあるかな。工事が立て込んでしまってきてて、なんとかね、待たせないように、段取りを組んでいけたらなと思います。じゃあ完成はこちらになります。はい、現場に着きました。5日目ですね。もうほぼ完成して、明日ね午前中に雨どいつけたり、お掃除させてもらったりとかして、ちょっと駐車場のね地面もきれいにさせていただいて、完成という形になります。もうご近所の方々もねすごい親切に、見守っていただいて、完成が楽しみだねっていうお言葉いただきながら、本当に円滑にさせていただくことができました。聖書様にもね先ほどお会いして、本当にすごい大きくていいねっていうことで、喜んでいただいているお言葉も頂戴したんで、心を撫で下ろしているというかほっとしてます。はい、あとね最後までね緊張感持って、仕上げしっかりとしていけたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。アゲアゲンでした。はい、帰りしなに素敵な夕焼けが、お疲れ様と、言ってくれてるような本当に美しい景色を、見させてくれました。お客様にも、大変カーポートの工事も太陽光発電の工事も満足してるよ、大満足してるよということでお言葉もいただけたので嬉しかったです。今日はね、カーポートの上に太陽光発電、蓄電池ですよ、発電して家でも使ったり売電もしながら、貯めておく、夜貯めておいたのを蓄電池の電気を使って、なるべく電力会社からの電気を買わなくて済むというやり方です。はい、太陽光納品されております。しっかりとね乗せてもらって、カーポートはこの前完成しました。蓄電池ですね。はい、蓄電池が納品されております。こちらの方を今回
設置していきたいと思います。お客さんがね今サッシ窓から顔出してくれました。ご挨拶しておきましょう。お電話ありがとうございます。エココミ沖縄です。